どうも、サブチャンネルでのライブ放送終わりましたけど、やっぱね、いつものメンバーで大体揃いましたね。まあこのね、アカウント制限っていうのももうだいぶ板についてきたところもあって、あれいつもの時間に放送ないな。もしかしたらみたいな感じで、サブチャンネルの方に移ってきてくれたのかもしれないですね。まあ場合によってはメインチャンネルとサブチャンネル、皆さんが YouTube にログインした際に両方とも 反映されてるのかもしれないですし久しぶりにサブチャンネルが動く,動くとそれが優先的に上がるのかもしれないですねまあでも今日も滞りなく30分の予定をねなんか40分にして朝のライブ放送が終わりました本当ありがたいことだと思いますなんかいずれにしても継続してやってるからこそこういうことが起きるのかなとそして復活した時が別チャンネルで復活したらねやっぱ気づかれなかったと思うんですよあのメルマガなんて 新しいメルマガ作りましたって言っても登録してない人には届きませんもんね、うん、あ、そうそう確かにねメルマガ送ってくるなって人いましたよいや登録したのあなたでしょう <laughs> しかも解,解除のフォームはねちゃんとつけてるんですけどねニンともカンともいってらっしゃい